はい、皆様こんにちは。今日はですね、はい、ここフロリダにありますケーゲルトレーニングセンターに来ております。はい、これ皆様ご存知の通りケーゲルのシンボルマークで、私の後ろにある建物がトレーニングセンターなんですけど、ちょっと見えるかな、見えないですかね。はい、ここで朝の9時から夕方4時5時ぐらいまで毎日トレーニングをします。まあ、トレーニングって言ってもボーリングなんですけど、はい、なので早速中へ入っていきたいと思います。はい、では中へ入っていきます。はい、ここが入り口です。さあ入っていきます。はい、入りました。はい、みんないます。はい、じゃあちょっと上の方、そっち行くとボーリング場だけど、その前にこっち、はい、ここがショップです。はい、なんか日本ね、やっぱり置いてないものが結構、はーいはい、なんかいろんなものが売ってます。はい、ではボーリングの方へ進んでいきます。はい、多分みんなね、名前は聞いたことあると思うんですけど、どんな風なのか多分知らない人が多いと思うので、めっちゃ久しぶりが私を撮ってるんですが、はいはい、こんな感じです。なんかあの奥のケーゲルトレーニングセンターの、あれ光なんですけど、周りが青いのが、あれが日によってなんか違うって聞いたことがあります。はい、テーマ全部で12本です。今いるのはね、エバー大学というすごい強いボーリング部っていうのかな、がある、はい、エバー大学の生徒の人が毎日ここで練習をしています。この有名なダリア・パヨンクさんとかベリティさんとかもこのエバー大学の出身です。あっちに、けやきちゃん、けやきプロとかが向こうの方で練習してます。はい、私今ちょっと休憩してます。はい、はい、こっちがですね、この扉出るとさっき一番最初にあのケーゲルってオブジェっていうのかな、あれがあったと思うんですけど、そこに出ます。はい、でこれね、ここがすごいんですよ。これ壁ちょっと逆光かな、大丈夫かな。これ壁にこのケーゲルが今までこう開発というか発売販売していた、はい、これメンテナンスのマシンです。メンテマシンがもうこのずっと、はい、出てるんですけど、ちょっとね、端がね、この扉閉まってるじゃないや、開いてるんで見えないんですけど、こういう風に歴代の、はい、ちょっと逆光でごめんなさい、歴代のメンテマシンが並んでおります。で、この反対側が、はい、さっき言った食堂です。ちょっとね、入っていきたいんですけど、大学生がすごいたくさんいるので、ちょっとやめときます。すごいね、ちょっとさっきのこれショップ
やっぱね、日本に置いてないものがちらほらあって、これ見てください、シャーミン、ヘーゲルのシャーミンです。これ日本では絶対売ってないんで、後でゲットしたいなと思います。はい、インサートテープとか、あとね、後でちょっと紹介するんですけど、アメリカではインサートテープがロール状に売ってます。これね、ちょっとインサートテープじゃないんですけど、これのインサートテープバージョンがもうめっちゃロールがでっかいんですよね。後で今、はい、購入して頼んでるので、それは後々お見せします。で、ボールも日本の代理店がこう仕入れる数がなんていうんですかね、決まってるので、よく完売、日本だと完売してるんですけど、アメリカにはまだこうあるものが結構いっぱい。これあれですね、フィジックスとか、日本だともう在庫ないと思うんですけど、アメリカには行ってます。はい、こんな感じで、はい、ボーリングバッグも日本では見かけないものが、エボナイトのバッグとか、はい、トラックとかがあります。ちえちゃーん、練習終わり、ちえちゃん終わり、終わり。はい、こんな感じです。はい、で、ですね、これ後ろのこれね、見たことある人、YouTube のいつもオープニングで流してる、こう何ですか、 PV みたいなやつで、私がピンのゴムのやつをこうフリフリしてる映像があるんですけど、それここで私が振ってる映像なんですね。これが多分映り込んでるんで、よく見るとっていう感じなんですけど、はい、前回トレーニングセンターに来た時の映像を使ってるので、はい、それがこの場所です、ロケ地。はい、こんな感じですかね、トレーニング、トレーニング内容とかいろいろこういろいろ発信、まあ、内容というかね、まあ、トレーニングのことをちょっとまた更新できたらなと思います。では